都営バス、渋谷営業所。都営バス、渋谷自動車営業所は、渋谷区東部、港区の都営バス路線を担当している営業所で、渋谷駅と恵比寿駅のほぼ中間にあたる渋谷区東に長目にありする。都道305号、明治通りと山手線に挟まれた場所に位置し、都営渋谷東にアパート、東京都交通局の職員住宅である渋谷寮が隣接している。 営業所記号は B を用いる。ナンバーは品川である。管轄下に新宿市所を置く。かつては富山市所を管轄下に置いていたが、1971年、昭和46年に、早稲田に移転の上早稲田営業所となった。最寄り停留所は渋谷車庫前、及び東2丁目である。渋谷営業所の採取力であると同時に、都営バス全路線を通じて、 最も多額の利益を上げる。都市新バス第1号の路線で、グリーンシャトルの愛称で呼ばれる。1967年、昭和42年12月10日、都電第1次撤去により廃止された6系統の代替として登場。1972年の新系統番号付与により、橋89系統に変更。代替バスとなってからも、 鉄道が不便である地域が多かったため乗客は多く、営業係数も70から90であり、当時の都営バスの中でも、好調の路線だった。1984年3月31日に、都市新バス第一弾として、橋89系統が選ばれた。具体的には、車両の低床化、冷暖房装備、豪華なシート、案内装置の改善などの車両側の整備、停留所のシェルターや、 バスロケーションシステムの導入などの停留所の整備、バスレーン設定などによる、定時制の確保である。なおこの時、渋谷駅南青山7丁目のルートを、青山通りを通るルートラッシブ88系統が、経由していた六本木通り経由に変更を行った。この結果、旅客数は大きく増加し、都市新バスシステムの効果が証明された。百八十四年五月には、 愛称の一般公募でグリーンシャトルと名付けられ、同年8月からはアンドン付きのヘッドマークを掲げて走行することとなった。麻布、六本木、赤坂、霞ヶ関虎の門といった都内随一の繁華街、オフィス街を経由し、特に渋谷から六本木にかけては地下鉄がないことから多くの利用者が見られ、本線の途中折り返し便が終日にわたって運転される。 その後も赤坂アークヒルズなどの大規模都市開発が沿線で行われるようになり、乗客数は増加を続けていった。一部はデイリビンとして渋谷車庫、出港便のみ、東2丁目発着が運転される。なお、港区赤坂を通るとバスは2000年12月の都営地下鉄大江戸線開業以降、本系等のみとなっている。その後、地下鉄南北線や、 大江戸線をはじめとした地下鉄路線網の整備され、交通局の新たなバスサービスの一環として、1988年12月から深夜バスの運行を開始。2000年12月12日からは渋谷駅新橋駅間にラピッドバスの急行01系統の運行を行った。急行01系統は左右に運行され、主要停留所のみの停車であったが、 2003年4月25日に廃止された。また、同日に六本木地区に再開発で誕生した六本木ヒルズへの路線が設定された。そして、途中一部停留所にしか止まらない RH01 系統が2003年10月10日に新設された。2004年4月1日には新宿支所との共感となる新宿支所がハトバスに 業務委託される2009年3月31日まで継続。2007年4月21日、東京ミッドタウン開業に伴いミッドタウン線を新設、同時に全便ノンステップバスに統一した。深夜0一系統は、トレイチ系統の深夜バスとして設定された。トレイチ系統とほぼ同じ経路を通る。2013年4月、当時の東京都知事、 猪瀬直樹が深夜0一系統渋谷駅六本木駅間を対象に2013年内に終夜運転を行うことを発表し同年12月20日深夜より毎週金曜に試験運行されることになった。しかし平均乗車率が貫禄しくなかったため翌2014年10月31日深夜の運行をもって試験運行を終了した。 RH01 系統は2017年4月1日より、と0 H 折り返し、渋谷駅、六本木ヒルズと統合の上、確定化した。1969年、昭和44年10月26日の都電台4次撤去で、渋谷駅、金杉橋間を結んでいた34系統が廃止され、その代替路線534系統として、開通した。新系統番号付与で、 足85系統と変わる。トレイ1と同じく、渋谷と新橋を結ぶが、広尾、麻布十番、芝公園、芝大門を経由する大回りの系統である。1990年、平成2年、都営バス4番目の都市新橋路線に昇格。愛称は、グリーンエコーで、同じ渋谷新橋間を結ぶグリーンシャトルとの混同を防ぐため、 ダークグレーの方向膜を使用している。なお、赤羽橋駅行きは、折り返しの都合上、都礼6本線の北側、首都高速道路を挟んだ都道319号線、橋86系統と道路誘導を経由し、最西会中央病院前に存在する赤羽橋駅の渋谷駅行きバス停へ向かう。このため、赤羽橋駅方向の中の橋停留所は、本線とは異なった。 停留所を通過する。運行開始以来、渋谷営業所が沿線にありながら、全便が、目黒営業所の担当で、出入小便として、渋谷駅目黒駅間などの便も設定されていたが、目黒営業所目黒支所の規模縮小に伴い、1999年7月以降、段階的に渋谷営業所へ移管されていった。その後、2003年4月に、 渋谷営業所単独での運行となり、出入小便だった目黒駅発着も廃止となった。なお、2008年4月1日からの1年間、品川営業所との共感だった時期がある。橋85と06系統へと変わる前の数年間は、渋谷駅赤羽橋間の折り返しダイヤが多数を占め、赤羽橋新橋駅間は、 赤羽橋までのダイヤの5割から7割ほどの運行回数であったが、都市新バス化に伴い、渋谷駅新橋駅間の運行を基本とするダイヤへと変更となった。それに加えて、平日夕方のラッシュ時には、利用者への便宜を図って4の橋渋谷駅行き、目黒車庫4の橋はそうも運行されていた。その後、2000年の都営地下鉄大江戸線前線、開業にあたってのダイヤ改正により、 再び、渋谷駅赤羽橋駅間の折り返しが多数、設定されることとなった。戦前から存在する系統。1923年、大正12年に、民間の恵比寿乗り合い自動車の路線として開業し、1929年、昭和4年、東京横浜電鉄、現、東京急行電鉄に買収されて、東横乗り合いの路線となった。その後、 東横乗り合いの東横電鉄本体への統合を経て、陸上交通事業調整法による調整で国鉄、山手線の内側を走るバス路線は東京市電機局に一元化されることが決まる。恵比寿多摩町間のこの路線は大東急誕生を目前に控えた1942年、昭和17年2月1日、東横から東京市へ引き渡されて、市営バス全体のトップナンバー。 一系統を名乗る。1949年、昭和24年の分割以降、一度も路線形態を変えることなく、現在まで至っている。近年まで長く地下鉄の空白地域であった港区、白金地区を経由し、また沿線には北里研究所や精神女子学院、慶応義塾大学等があり、利用客は多い。2000年、平成12年9月、 英団南北線、都営三田線の白金高輪駅が開業した後、陸分か本数は減ったものの、現在も、日中で概ね7から8分間隔の運行本数を維持している。休憩等番号は、学バスを表す50番台の53番で、沿線に、東京女学館中学校、高等学校をはじめ、日本赤十字社などの施設が見られるため、医療機関利用者や学生、 生徒の利用が非常に多く、運行頻度が高い路線である。また、女学館生の下校対策便として、休校系統が2003年9月に開通した。この休校系統は、一般路線ではあるが、東京女学館停留所の専用乗車ポールが、学校敷地内にあるめ、事実上関係者専用となっている。旧系統番号は、学バスを表す50番台の56番で、 学齢産系統と異なり、恵比寿駅西口ターミナルを発車している。国学院大学へ通う学生や、他の沿線学校、日赤医療センターへ向かう手段として、ビク教経由の細い路地を走るルートで運行されていた。しかし、150前後の営業係数を記録するなど、営業的には赤字基調だったため一部区間で路線変更を行い、本来の目的である。 国学院への学バスとしての役割に加えて、広尾地区の各学校や沿線住民の恵比寿駅へ出るための交通手段として利用できるようにした。上記停留所のみ停車するラビットバス。トレーチ系統の急行便という位置づけで、平日朝夕のみの運行だった。2000年、平成12年12月12日の大江戸線全線、開通時に設定。2003年、 平成十五年四月二十五日に運行終了。当路線は、都電1系統の直接の大体、五百0系統を、元年、都電第三次撤去で1系統が運行を終了した、翌日、九百六十八年、昭和四十三年九月三十日に運行を、開始した。渋谷駅前から、お茶の水駅前、順天堂 E にへ向かう路線は、豊川稲荷前、 早草町経由の茶81系統と、品野町駅前、四谷駅西口経由の茶80系統があった、後日、渋谷駅前から北青山一丁目まで茶81系統と同じ経路を取るが、ここから外苑東通りを北へ曲がり、四谷三丁目の交差点まで来ると、新宿通りを東へ向かい、四谷駅西口へ行く。そこから外堀通りを、市ヶ谷駅前まで進んだ後、 安国通りへ回り、九段上で、茶八十一系統と合流する。駿河台下から、お茶の水駅へ行き、折り返しの関係から順天堂院の裏手の、順天病院裏の停留所が終点となっていた。そこから左回りで、順天堂院の前の東四十三、茶五十一系統の東京駅行きのバスが発着する、順天堂病院前の停留所を起点とし、 渋谷駅前へと戻って行っていた。茶80系統は茶81系統より先に第二次再建計画の追加再編で廃止対象となり、1979年昭和54年11月22日限りで廃止となった。両系統は渋谷駅前北青山一丁目間と旧団状お茶の水駅順天堂病院間の両端が重複していた。 渋谷駅から青山通り経由で、早草町、半蔵門、旧壇状、神保町を経由し、須田町へと向かっていた、都電10系統の代わりに、46系統として運転開始した。1989年に、営団地下鉄、現、東京メトロ、半蔵門線が三越前まで開通すると、東路線の大部分にあたる神保異性が本路線と並行するため、 以後収益が悪化し、ダイヤ改正の度に運行回数が削減され、1999年2月以降は1時間あたり、1から2回の運行と都心部の交通機関としては、役割を果たせない水準となった。このため、都営大江戸線全線開通前日の2000年、平成12年12月11日をもって廃止された。ただし、青山通り上の一部の停留所は、 国立劇場から渋谷駅行きの劇場バス校舎専用バス停として名残を止めている。お茶の水川のき終点は渋谷駅からの到着が順天堂病院裏停留所で終点となり、改装で回り東 43? 茶51系統の東京駅行きが着発する順天堂病院前停留所から出発した。これは茶80系統も同じ経路であった。 1947年、昭和22年、都営バスと東京急行電鉄の相互乗り入れによる、東京駅直通路線の第一弾として新設された3路線の一つ、102、系統が源流。1969年、昭和44年の東急玉川線廃止で、渋谷と駒沢の間では、東急バスと共に代替輸送の一翼を担う。 東急新玉川線の開業後も存続したが、昭和50年代に入ると玉川通り、青山通りなどの慢性的な渋滞に悩まされる。交通局、第二次、第三次の両再建計画を乗り切ったものの、東急側の担当営業所だった駒沢営業所が閉鎖されることになったため、第三次再建計画の追加再編成として1984年。 昭和59年2月16日付で渋谷駅を境に分断された。都営は渋谷駅東京駅間を単独で運行することになり、1990年平成2年3月には渋88系統に編入され、さらに1994年平成6年7月1日付で東京駅の奇襲店が丸の内南口に変更されている。 2000年の都営地下鉄大江戸線開業に伴う路線再編成で東京駅と新橋駅の間が廃止になり現在の形に落ち着いた後日。とどろき渋谷駅間は東急バス単独の支部82系統、とどろき線として大橋営業所に移管。さらに2001年、平成13年の大橋営業所閉鎖で世田営業所へ復帰、同時に 東急トランセ管理委託となり、現在に至る。轟駅停留所は東98系統の轟駅、前の停留所とは異なる。なお、渋谷車庫出入庫の関係で、都営バスによる轟渋谷駅、渋谷車庫間の区間運行も行われていた。1967年、昭和42年12月、その3ヶ月前に開通したばかりの首都高速道路3号、 渋谷線を使った都心と郊外を結ぶ新しい通勤手段として平日の朝の下りと夕方の上りを一般道路経営としたこう、平日の朝、上りと夕方下りを高速道路経営としたオッツ139系統が設定された。東京急行電鉄との共感路線で東急では高速渋谷線と呼称した。当時は 路面電車の東急玉川線が2年後の廃止を控えており、東急新玉川線が開通するまでの間、東急バスと共に活躍した。このためパートナーの東京急行では、瀬田が役内にあった駒沢、瀬田、鶴巻の3営業所が共同運行に参加するという取り組みがなされた。東急バスにおいて、 一路線を三つの営業所が共感したのは、後にも先にもこの路線だけである。なお、両経路ともに日曜、祭日は運休であった。しかし、玉川通りの慢性的な渋滞に悩まされた上、1977年、昭和52年4月7日の新玉川線の開通で、利用客が次第に低下したため、第二次再建計画を乗り切ったものの追加再編で、 損廃整理の対象を取る。東急も多摩電大隊や都営共管路線の縮小を進めていたため、都営、東急が同時に営業を取りやめることになり、1979年、昭和54年11月22日限りで廃止された。1947年、昭和22年6月25日、都営発の東急共管路線の一つ、103。 系統として設定された。都営側の記録によると、当初は三軒者やから先も玉川通り経由で、駒沢折り返しだった時期があるが、1949年、昭和24年までに変更となり、共同駅が終点となった。東急側は当時、セパ谷区内の拠点が、淡島営業所一箇所しかなかったことから淡島が担当し、1959年、 昭和34年、新設された、鶴巻営業所の担当に変わった。1974年、昭和49年8月25日に、渋谷駅で分割。都心部側は、都営単独で運行を続けたが、営団地下鉄銀座線と完全並行だったため、乗客が地下鉄へ流出し、第二次再建計画に伴う路線再編成により、1977年、 昭和52年12月15日限りで廃止された。共同駅渋谷駅間は、東急バス大橋営業所に、遺憾の上で、渋22系統として存続したが、こちらは、路線のほとんどが、東急玉川線大体の渋21系統、松井線と重複したため1984年、昭和59年2月15日限りで廃止されている。1950年、 昭和25年5月6日、123系統として、東京急行と共同運行で開業、旗ヶ谷東京駅間の運行を開始。渋谷と新橋の間は、都電6系統やその更新の橋89系統と、同一だった、前述。交通局、第二次再建計画による路線再編成の際、渋谷駅を境に分断。 渋谷駅等の都営エリアは並走していた橋89、系統に事実上吸収される形で廃止となった。旗ヶ谷渋谷駅間は、東急バスの支部55系統、旗ヶ谷線として現在まで継続されている。1968年9月に廃止された、都現9系統の代替バスとしてスタート。1982年12月に、深川営業所担当の旧、 東16系統と統合の上近16系統として、東京駅丸の内南口と読水産不頭間の運行に変更、高等営業所の担当となる。その後都市新バス化され、現在はトレイ4ン系統となっている。渋88、渋谷駅南青山5丁目南青山7丁目、六本木駅虎ノ門5丁目上谷町駅。 虎ノ門新橋駅1990年3月に、前述の東82系統が支部88系統に統合され、支部88公系統となっていた、東京タワー発着便が支部88をつ系統となる。その後は、東京駅側の奇襲点変更、八重洲口丸の内南口や新橋駅間の短縮と、高圧の統合などを経て2008年4月に、 品川営業所へと移管された。しかし一年後の2009年4月には、新宿支所に移管、鳩バス委託路線となる。指定車種、三菱不走三菱日本重工三菱重工業、三菱自動車工業三菱不走トラックバス、BR、ボディは、クレハ自動車工業新クレハ自動車工業、三菱自動車バス製造三菱不走バス製造、BR、 音声合成クラリオンレゾナントシステムズ2017年度に入り行き先表示前面、側面、後面が従来の LED からフルカラー LED に改造された車両が順次出場している楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください